けるくらいの大切さ、重要なことなんだっていうことが最近の研究で少しずつ分かってきたわけなんですね。で、彼女のその患者さんの食生活っていうのはまさにプロバイオ食ですよね。あの穀物菜食、そして特に抗がん剤治療するときもそれに追い打ちをかけるように味噌汁飲みまくってんだっていうね、そんなまくってたことでもないけど、飲たくさん飲んでたということで、そのおかげで肝細胞が生まれて、あのなんとか抗がん剤にやっつけられることもなく、それで副作用が少なかったんじゃないかというふうにも考えられるわけですね。そういう話も聞くと本当に味噌汁っていうのはすごいなと思うんですけれども、まあ、彼女はその後も頑張って、このプロバイオ処理というか食事療法を頑張ってですね、もうその腫瘍がこんなに小さくなってきた。もちろんまだ予断は許さないんですけども、こんなに小さくなってきて、ついこの間もメールが来てですね、この間3日間かけてバイクでツーリングに行ってきたって初めて会った時とは打って変わって、もうパワフルですごくバイタリティあふれる女性に、ね、なってたんですけども、まあ、そんな風に味噌汁っていうのはすごい、さっきお話ししたね、エイズ団体でも何ヶ月に1回か必ず味噌汁の講義を作り方を教えるんですけども、もう本当に行くたびに言われますね、体調改善したっていうのを、もう風邪ひかなくなったとか、胃腸が強くなって下痢しなくなったとかね、ある人あんまりと自分の体調が良くなったんで、もう近所の人に味噌汁の作り方を教えてますとか言って、でみんなに喜ばれてるんですよっていうふうにね、そういうふうに話してくださったりすると、ますます本当に日本の発酵食、和食ってのはすごいな、もっともっと多くの人に知ってもらいたいなっていうふうに思うわけなんですね、はい、他にもいろいろ言いたいエピソードたくさんあって、例えばもう一個だけだと、普段のメニューがね、食事のメニューがほとんど和食メニューになった家族がいるんです。その奥さんっていうのがうちのクッキングクラスにね、もう3年間ぐらいずっと通ってくださってて、でそこの家庭の、その旦那さんっていうのがもうコレステロールがすごく高くて、ずっと長年にわたって薬を飲んでたんですね。ステートって言っても、皆さんアメリカ人だったらみんな知ってるというか、飲んでるコレステロール値を下げる薬があるんですが、ただこの食生活に変わって、和食メニューに変わって、薬を取らなくてよくなった、はい、で一番最近の健康診断ではもう薬取ってないのにさらにコレステロールが下がったっていうので、お医者さんもびっくりしてた、ね、でまた娘さんっていうのがここにいて、アレルギーですごく苦しんでたんですけども、まあ、彼女 の, アレルギーもかなり改善したということで、もう家族みんながね、健康になってるなってなってるっていうのに、話を聞くとやっぱりね、本当に私たちっていうのは普段あんまりありがたみを感じないっていうかね、あまり意識しませんけれども、この和食、日本の伝統的和食、それから発酵食品っていうのは、もうものすごいヒーリングパワー、治癒力っていうのを持ってるんですよね。でそれが実際にこうやってアメリカ、ニューヨークだったり世界中のいろんな場所でたくさんの人の健康と幸せのために貢献してるんだっていうことを、ぜひ皆さんにも知ってほしいなというふうに思うんですね。さあ、大丈夫ですか？なんか少し眠たくなってくる時間ですよね、このマイク通ってますか？大丈夫、後ろの人。ありがとうございます。はい、さあ、じゃあいよいよ後半戦ですね。時間も押し迫ってきましたが、じゃあここでちょっと改めて日本の現状っていうのをもう一回振り返ってみたいというふうに思います。日本人の食生活の変化、もう見ても分かる通り、戦後ものすごい勢いで肉食っていうのが増えてますよね。ありがとうございます。はい、肉食、それから乳製品ですね。乳製品もこれ見ると本当に改めてすごい勢いで増えてますよね。もう日本人がお米を食べなくなったっていうふうに言われて久しいですけども、あるデータでは1年間の味噌の消費量が毎年 2-3% ずつ減少しているというふうに言われているそうなんですね。そのくらい変わってきている。でもちろんそれに伴って、さまざまな疾患も増えているということですね。これよく見て改めて思ったんですけど、僕が日本を出たのが2003年だったんですね。そこから見てもすごくうなぎ登りで上がっているんですよ、これね。もう一つの次の乳がんもそうですけど、2005年ってありますよね。その直前に出たんですが、それからしてもすごい勢いで増えてるんですね、はい、で他のがんもそうなんですが、まあ、10年間ね、僕ずっとニューヨークに住んで日本に帰ってなかったんですけども、まあ、向こうでアメリカの人たちのカウンセリングしたりとか、まあ、いろんな普通に生活してますよね。
そうすると本当にアメリカ人ってかわいそうって思ってたんですね。病気ばっかりして薬ばっかり飲んで、それに比べて日本っていうのは、ね、世界一の長寿国っていう、なんて素晴らしいんだろうと思って、あの意気揚々と去年帰ってきたわけです。で帰ってきたらびっくり、みんな病気、本当に、ね、もうなんでっていう感じで、これも政府の調査なんですけども、現在2011年の段階で糖尿病の患者が1000万人を超えて、今世界で第6位なんだそうです。から年間に、心臓病で亡くなる方が18万人で、毎年4万人の女性が、日本人の女性が新たに乳がんを診断されているということなんですね、はい、もう本当に病気だらけ、ね、皆さんの周りもどうですか。確かにね、その年だからとかっていうのは、まあ、よく言われるんですね。僕も40代に入って、ああ、まあそういう年だよねって、なんか体に故障が出てくる。でも、じゃあ本当に例えばさっきのグラフにあったように、50年前とか、ね、戦前とかの人たちも、40代になったらみんな糖尿病になってた、ね、癌になって心臓病になってたのかっていうと、そんなことないですよね。やっぱりこの私たちの食生活の劇的な変化っていうのが、原因になってるんじゃないかと思わざるを得ないんですね。なんでわざわざ、こういう食べ方をしたら病気になるよ、どうかおかしくなっちゃうよってことがアメリカでこんなにも実証までされているのに、なんでわざわざそういうのをこう輸入してね、真似っこして、でみんなで病気になってどうしようどうしようって困っちゃってる、ね、本当このまんま言ったら世界第2位の日本も世界第2位 の病気大国になっちゃうよって、ね、さすがに1位はね、アメリカがそう簡単に譲りませんからね。1位大好きだからならないでしょうし、まあ、経済大国では中国になったって3位になったとかっていろいろ言ってますけど、まあ、病気大国なら2位に食いつけるかなっていうぐらいですね。そんなことしたくないと思うんですが、はい、まあそういう状況で本当に僕も非常にこう危惧するというか心配なんです ね。皆さんもそうだと思うんですけど、じゃあ日本はお先真っ暗か、ね、このままいくと本当にアメリカみたいになっちゃうのかっていうと、そんなことはないんですね。日本っていうのはもうすでに解決策、答えを持ってるんですね。この発酵食品とか日本の伝統的食生活っていう、もう素晴らしい英知、こういう食生活、もうこういう問題に対処するための解決策っていうのをすでに持ってるわけなんですね。そうですよね。今までずっとお話ししてきましたけど、っていうのにもう先に気づいてるのが実はアメリカだったりするんですね。私たちはなんとなくもう普段から慣れてるから ありがたみを感じ、実はアメリカの方が先にそれに気づいてるっていうので、ちょっとだけね、芸能ネタを昔から僕は芸能人 のアイドルとか結構好きだったのでね、こういう話ちょっと言えとかなきゃなと思って、皆さんご存知ですか、彼女ね、マドンナさんですね。彼女は今年も57歳になるんですけども、もう未だに世界ツアーとかやってますよね。世界中にコンサートツアーに行って、もう本当にそのスタミナとかパワーどこから来るのかというのがいつも話題になるんですが、この隣の記事はですね、ブルームバーグってアメリカの経済雑誌なんです、まあ、ビジネス雑誌ですね。でそこで 2,3 年前にこれからプロバイオっていう産業が大部分になるだろうという記事が載ってて、その中でこのマドンナさんの食生活に注目したんですね。というのはマドンナというのはこのマクロバイオティックの実践者としてすごく有名なんですけども、まあ、でしかも日本人のシェフである、マクロのシェフである真由美さんという方をもう世界中のツアーにも来てもらって、でその場で作るっていう、もうまさに和食メニュー、発酵食品も食べまくってるっていうね。マドンナさんよくインタビューで日本人に聞かれて言うんだけど、私は日本人より和食食ってますよってね、よく言うらしいんですね。でこの雑誌でも彼女のそのパワーの秘密はこのプロバイオ食にある、彼女はプロバイオの先駆者なんだよ、でこの日本の和食っていうのはプロバイオ、ね、善玉腸内細菌の宝庫なんだというふうに紹介されてるんですね。とはいうものの、やっぱりアメリカにそういう食生活があるわけではないから、やっぱりこう特別なちょっとマドンナみたいな変わった人が食べ物の食べ方なんだっていうようなイメージはやっぱりどうしてもあって根付いていかないということなんです。だけども日本っていうのはね、もう本当にこの何百年、もう千年以上にわたってずっと食べてきた、さっき岡部先生言われた通り、もう私たちの DNA の中に組み込まれている、そういう体が一番喜ぶ食べ方ですよね。自然に波動が合う食べ方ですよね。こんな風にもう世界が羨むようなね、食べ方、食文化があるのに、やっぱりそれを無駄にしてしまうっていうのはもったいないと思うんですね。やっぱり今こそこういう日本の伝統食品
伝統食、それから発酵食品っていうののヒーリングパワー、治癒力っていうのを改めて見直して、やっぱりこの生活の中、食生活の中に改めてこう取り戻して取り入れていくっていうのが大事なんじゃないかっていうふうに僕はやっぱり強く思うわけなんですね。はい、まあ、というわけで、じゃあ具体的に何ができるかと、私たちにじゃあ何ができるのかということで、まあ簡単にちょっと、具体的な提案、今すぐできることっていうのをパパーっとサクッと紹介提案していきたいというふうに思います。まずさっきありましたね、調味料のこと、やっぱりキッコーマン醤油とかね、マルコメちゃんとかっていうのでは、そういうヒーリングパワーがないわけなんですね。で、特にプロバイオ善玉腸内細菌っていうのは長期熟成しないと、自然のもとで長期熟成しないと生まれないわけですから、やっぱそういう、こう安いのを使ってるとダメ。確かに高いね、自然食品の大味噌高いですよね、オーガニックのものとか。でもここはやっぱりもう自分、そして家族の健康のための投資っていうんですか、保険だと思って、やっぱりここにはお金を使ってほしいと思うんです、ね。結構スーパー行くとなんか余計なものを買ってたりしませんか？なんかスナックらしいとかね、ジュースとかね、それでも塵も積もれば山となるって感じで、そのお金をやっぱり調味料、いい調味料に使ってくださいというと思います。で、次、これもそうですね、さっきお話にありました毎日お味噌汁、やっぱり皆さんにこう体感してほしいんですね。毎日味噌汁を食べることによって体調が改善する、ね、体質が改善するっていうのを、ぜひやってほしいと思います。もう大体僕も会う人の人にこう味噌汁の作り方を教えて、で後で聞くと皆さん体調が何らかの形で改善したって言ってくださるんですね。だからまずは皆さんに、体感してほしい。それから、もう言いました、もう洋食パスタね、炒め飯っていうのは特別な日のごちそうなんですね。ああいうのはね、そういう時にとっとってください。誕生日とかクリスマスとかね、そうじゃない普段の生活はやっぱりいくら食べても飽きない、この和食メニューが一番、私たちの DNA にぴったり合う食べ方ですからね。このこれに関連してよくマクロっていうと、なんか除去食ってイメージないですか、ね、あれ食べちゃいけない、肉乳製品ダメ、砂糖ダメみたいなね、ちょっと視点を変えて、じゃあ玄米をちょっと週に1回食べてみようとかね、お味噌汁を毎日メニューに入れてみよう、旬の野菜をこう取り込んでみようって、こうちょっとそういう違ったポジティブなね、前向きな視点でちょっとやってみたらどうかなと思います。砂糖がダメっていうんじゃなくって、じゃあ今度お煮物とかね、煮付け作るときに砂糖を使わないで野菜の甘みだけでやったらどうだろう。これ結構ね、あんまびっくりするぐらい甘いんですよ、かぼちゃの煮物とか。本当に砂糖を使わない、何も使わないでやると、っていうぐらいすごくね、まあ、そういう感じでね、ちょっとアプローチするともっと前向きに楽しくできるんじゃないかなと思います。それから伝統的な手当て法ですね、おばあちゃんの知恵を学ぶ。さっきの梅小番茶もありましたけど、日本には本当にたくさんこう伝承されている素晴らしい手当て法があるんですね。もちろん薬のね、意義というか役割もあると思うんです、まあ、今日同級生で薬剤師が来てるんでね、だからって言ってるわけじゃないんだけど、僕は別に薬絶対反対っていう立場で言ってるわけじゃないんです。必要な時もあると思うんです。ただやっぱり薬に頼りすぎっていうのはどうかなと。ちょっと熱出したとかね、お腹が痛い、梅干し食べた方がいいんじゃないのっていうの結構あるんですよね。資料にも載っけてるんですけど、いくつかおすすめの本もありますし、あと岡部先生たくさんこのね、やられてるんですよね、手当て法のワークショップとか、あと DVD も出されてるので、ぜひそういうところで勉強して、できるだけ薬を使わないで手当て法でやってみてください。みんなびっくりしますよ。ニューヨークの人も、僕時々ワークショップやるけどもびっくりしますよね。さっきの梅小番茶じゃないけど、また芸能ネタなんですが、梅小番茶、彼女は向こうですごく綺麗な女性、女優さんでね、ヴィーガン、完全菜食主義をされてる女優さんなんですね。で、何年か前にレシピ本を出してベストセラーになったんだけど、なんとその中に梅小番茶があったんでしょうかって。で、名前もキュア OT、 何でも治す、何でも治しちゃうお茶っていうとかでね、まあ、万能薬っていうことで紹介されてて、あちゃーって日本人でも知らんのにね、こんな美人な、ね、美人で書けないか女優さんがね、皆さん、アメリカの皆さんに紹介してるっていうのは先起こされたと思ったんですが、まあそのぐらいちょっとアメリカにも注目されてるという例ですね。はい、まあ、それから最後はやっぱり学んで、みんなで支えようと。やっぱり今まで言ってきたこと、いろんな食べ物のヒーリングパワー、それから発酵食品のこと、から手当て法のことっていうのも、やっぱり皆さん、私も含めてですけども、もっともっと学んでいく必要があると思うんですね、改めて。で、から一人でやっていくっていうのはやっぱり大変。
ね、くじけちゃうし、やり方もわかんない。そういう時に今いろんなネットワークありますね。 Facebook、LINE とか、それからお話し会とか、そういうことも含めていろんな人と支え合いながら情報を交換しながら、やっぱり長続きしていってほしいなっていうふうに思うわけなんですね。はい、まあいろいろ話してきましたけども、やっぱり一番言いたいことはね、あの本家本元の私たちってのがやっぱりもっと頑張らないかんやろうということなんですよね。アメリカに先を越されてじゃいかんやろうということなんですよ。あのまず自分から、そして自分の家族からね、この伝統的和食、それから発酵食品ってのを普段の食生活に取り入れて、でもしね体調が良くなったりしたら、それを周りの人とも共有して、そして次の世代にもあの伝えていってほしいと思うんですね。それは私たちの義務だと思うし、もっともっとあの伝えていってほしいと思うんです。で僕もまたニューヨークに帰って、あのこの日本の宝っていうのね、皆さんこうたくさんの人に、世界中の人に紹介していきたいと思いますので、ぜひ皆さんあの一緒に頑張っていきましょう。ご清聴どうもありがとうございました。ニューヨークからの新しい情報を含めて、まあ、貴重なご講演をしていただきました。本当にありがとうございます。皆様もう一度拍手をお願いいたします。それではあの続きまして、お二方の先生にですね、質疑応答の時間とさせていただきますけども、ちょっとあのこちらの方机の準備がございますので、今しばらくお待ちください。もし皆様のこの間にですね、少し時間があるんですけども、先ほど申し上げたアンケートのご記入の方にもよろしくご協力をお願いいたします。